北海道コンサドーレ札幌対横浜 F マリノス0対0で前半を終えまして、ハーフタイム突入となりました。さあこの時間もですね、リュウジさん、内村さん、そしてはるかちゃんと来ていただいております。はい、まずリュウジさん、前半を見ていかがですか？いや、まあお互いこうやりたいことっていうのは随所に出たと思うんですけども、まあ、球際とかもバチバチやってましたし、まあ、あの裏を狙っていくっていう意味では狙いは良かったんですけど、もうちょっと後半に対しては精度を上げたいかなっていうのは感じましたね。やっぱりそうですよね。はるかちゃんはサポーター目線でどういう風に見てましたか？はい、そうですね、もうお互いバチバチやり合っててすごく面白かったんです。で、高峰選手が個人的にすごいなと、あのドリブルのかわすシーン、ターン素早くて、で縦パスも入れるです、入れるし、結構当たり強くいつものように行ってていいなというふうに思いました。まあ、決定力欲しいですね、やっぱり。そうですね、ちょっと惜しいシーンも、そうです ねありましたよね。はい、内村さんはあの今名前が出た高峰選手とか若手の選手に関しては、はい、このチームでは一緒にプレーをしていないわけじゃないですか。はい、そうなるとどんな風に今日は見てましたか？いや、そうですね、あの入れいないと一緒にやってない選手で、若い選手が本当すごい活躍してて、本当バリバリ頼もしくやってるので感心して見てますし、まあ、ただ本当得点が見たいので、なんとかゴールが見たいなと思ってます。そうですね、後半得点が本当に欲しいところです。はい、どんな風に得点をゲットしたいか、リュウジさんどう見てますか？先ほども言ったんですけども、裏が意外とスペースあるので、まあ、下げてる間に、3人目が飛び出す、そこに対するパスの精度、そこはやっぱりこう 2,3 人が関わっていくことによって、高まってくると思うので、もっともっと関係性を高めていきたいなと思いますけどね。この試合が始まる前のコンサドーレライブでは皆さんにはスコア予想をしていただいておりました。今ね、見ていただいている方もきっとね、あれ、みんなのスコアどうなっていくだろうと思ってると思うんですが、改めてお伝えしていくと、まず内村さんが 1-0 でしたね。減ってない？あれ？減ってない？減ってない？ 1-0 じゃない。まあ今、ね、じゃあこのハーフタイムを迎えてということですね。はい、いや、5-0 で大丈夫です。5-0 で今日は行きたい、はい、ということでした。そしてはるかちゃんが、はい、私は3-0でした。3-0、はい、はい、リュウジさんが、3-1ですね。3-1というところでね、まあ皆さん、菅野選手のビッグセーブはあるだろうということですが、前半を見てていかがでしたか？いや、ありましたよね。いや、もう早速ありましたね。菅野様、はい、あれ、はい、触ってなかったらって入ってましたもんね。もちろん入ってましたね。もうなんかいろんなところに飛んでいくんじゃないかと不安になりましたよね。でもしっかりとセーブしていただきました。最近リュウジさんがですね、菅野さんのビッグセーブがありすぎて、菅野様と、菅野様って言ってましたね。はい、菅野様と推し面みたいになってますからね。さあ、それではですね、このハーフタイムのお時間もコンサドーレライブまだお楽しみいただくんですが、スタジアムでお送りしていくスペシャルトークの模様をお届けということで、なんとリュウジさんと内村さんがスタジアムの皆様にもお届けしていただけるということで、はい、スタンバイのお時間だそうです。はい、はい、それではいってらっしゃい。行ってきます。はい、楽しみにしてます。はい、行ってらっしゃい。さあ、ということでお二人のですね、準備が整い次第ですね、はい、このコンサドーレライブでも楽しんでいただくことができます。リュウジさんと内村さんのトークということですから、まあここまでね、引っ張りましたよ。そうですね、2016年の試合の話とかね、さあということでスタジアムでもたくさんからお声がかかりました。もう間もなくスタートということです。コンサドーレライブでもぜひお楽しみください。そうなんです、コンサドーレ OB の内村義弘さん、そして河合隆二 CRC の登場、参りましょう。クリア君、はい、それでは皆さんお待ちかねだと思います。チームを救う、チームを救うゴールを幾度となく決めてきました内村義弘さんが、およそ3年ぶりに札幌ドームに来てくれました。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。お久しぶりです。そして現役時代共に戦った盟友、自他共に認めるお二人は仲良し、河合隆二 CRC、 改めてよろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは早速ですが、内村さん、久しぶりにお会いしたサポーターの皆さんへ一言ご挨拶をお願いいたします。元気ですか？
久々にドームに帰ってこれてすごく嬉しいです。知らない間だったかもしれないですけど、もうサッカーやめたので、毎日週末サッカー見て応援してます。そうですね、本当久々会えて嬉しいです。今日はよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。それでは続いては事前にサポーターの皆さんから寄せられた内村さんへの質問を聞いてみたいと思います。質問は川合キャプテンにお願いします。はい、たくさんの質問をいただいたんですけども、内村さん、今はどこで何をされているんですか？はい、今は札幌に本社があるラテラルシンキングという、会社で、主にソフトウェアを扱うビジネスを展開している会社なんですけども、そこで1年間お世話になって、まあ、頑張ってます。全くサッカーと違う分野ってことですね？はい、全く関係ないです。いや、意外でしたね。これは今後の活動としては何をされていく予定ですか？今後ですか？今後、そうですね、どんどん仕事を覚えて、北海道の企業の方とかも一緒に仕事できるようになりたいし、まあ、どんどん自分の実力つけてまた札幌に帰ってきたいなと思ってます。待ってます。サポーターの皆さんの応援もよろしくお願いいたします。それでは、内村さんといえば、そして川合キャプテンといえば、2016年、あの福ありの奇跡が今このね、チームにつながっていると思いますけれども、改めて内村さんから今の北海道コンサドーレ札幌はどんなクラブ、どんなチームに移っていますか？そうですね、もう本当日本で一番って言っていいぐらい見てて楽しいサッカーしてるし、自分がいた時よりレベルもかなり上がっているので、すごく嬉しく楽しく、生きがいのように試合を目指してもらってます。このサポーターの皆さんが作り出してくれているこの光景、そしてこの空気はどう感じていらっしゃいますか？いや、最高ですね。本当は試合に出たいですけど、もう出れないので、またいつでも見に行きたいですね。はい、わかりました。あっという間に時間になってしまいました。それでは内村さん、このコーナーの最後にクラブ OB として、そして一人のサポーターとして一言お願いします。はい、25周年ということで、たくさんの方のおかげで、今の北海道コンサドーレ札幌があると思っています。まあ、自分もそこに関われたのが光栄ですし、これからも関わって応援していきたいと思っています。今日は呼んでいただきありがとうございました。ありがとうございます。さあ、そして明日クラブコンサドーレ会員向けにオンラインイベントが開催されます。今日は聞けなかった話などもたっぷり聞けるかと思います。会員の方はぜひご覧ください。さあ、まもなく後半のキックオフです。サポーターの皆さん、後半戦も応援よろしくお願いします。内村義弘さん、ありがとうございました。ありがとうございました。またお待ちしています。そして川合キャプテンもありがとうございました。ありがとうございました。いや、またぜひ来てください。力くれますよね、クリア君。お疲れ様です。ありがとうございました。